1967年東京教育大学の、筑く店反対闘争のバリケード。表現議会、闘争などの略字を使用。1968年、神田カルチェラタン闘争前の中央大学中にはの、集会。1991年自動車雑誌、ナビによる、湾岸戦争反対の立てかにいた。反、万歳の略字を使用。 2005年京都大学の石垣カフェ撤去反対の縦貫板。書きかけのゲバーザ。銅や銅の字が略されている。スポンジを用いて一気に書き上げ、後から塗りつぶしていることがわかる。ゲバ字とは、日本の学生運動で、ビラや縦貫板などに使用された特徴的な字体を指す故障。ゲバ文字、全京頭文字、全学連文字、トロ字とも、ゲバーザや、 ゲバ文字のゲバはドイツ語のゲバルトより、当時の審査翼はブルジョア国家の警察や軍隊といった暴力とコミューン権力を目指した自らの暴力を区別して考えるためにゲバルトという言葉を多用していた。トラワザのトロはトロツキストのことを指す。これは日本共産党が審査翼党派をトロツキストと呼んでいたことにちなむが、日本共産党も当時は トロージを用いていた。ゲワジは、ビラや、縦貫板のほか旗や、ヘルメットなどにも使用される。古くは、第二次世界大戦前から、政治運動などのビラやポスターには独特な文字が使われており、高橋金吉の著作では、この種の文字は、左翼不定文字と呼ばれ、治安維持法など厳しい地下活動の中で短時間で、隠密裏に大衆に、 強烈な印象を残す目的で使用され、1920年代のモダニズムやプロレタリアな漢字を持つ。デバジは1960年代に学生運動で活動家がガリバンで味らを作っていた中で生まれた書体である。ガリバンを用いても潰れにくく、書きやすく、不鮮明な印刷でも文字を判別しやすくするため、書きのような工夫がされている。 また筆跡によって執筆者を特定させないための対策としても発展した書体であり、党派や職場、学校、サークルなどグループごとに、おおよその企画がある。大きな意味での下馬字は中華人民共和、あざ形は極端にかどわり、文化大革命の大技法の影響も見られる。代表的な略字の例には以下などがある。なお、略字には手書きという煩雑な作業を、 簡素化する効果もあり、現在においても、大学の講義などで版書に用いる講師は多い。門、など、広く、日本社会に根付いているものもある。2000年代以降は、使用頻度は減少したが、日本共産党、角丸派、解放派など一部では使用され続けている。また2000年代より、インターネット上に、下馬文字本となるものが公開されている。 線の太さを一定に揃える場合、看板等に書く際は、毛筆ではなく、スポンジ筆を用いる。用意できない場合、台所用スポンジを任意の太さにカットすれば代用可能である。下馬寺が使用された主な作品には以下がある。ありがとうございます。